では今日も始まりました魚屋の森白鶴丸支店、今日もよろしくお願いします。見てかなちゃん、新作です。今年の白鶴のかっこいい、ちょっと一緒お願いします。うわー、ちょっと待って、後ろ止まって。キャー、創業1743年、白鶴。そんなの書いてあるの？私これしか見えない。ちょっともう一回後ろ見せて。かなちゃん、なんならかわいい。あ、かなちゃんかわいいわ、書いてありますわ。書いてあるの？あ、すいません、そんな恥ずかしい T シャツ着てるの私。かなちゃんラブって。こんなね素敵な T シャツを用意していただきましたので、今日はこれでやっていこうと思います。私も夏仕様になったんですけど、なんかねちょっと突っ込んでいいかなと思ったんだけど、やっぱ暑いもんね。そう、なんか本当はこうオールバックにしたかったんだけど、ね、前髪が若さを演出しようと思ったら切り、ね、したかな。なんか斜めって斜めこうやって切ってんだっけ。斜めっちゃったね。昨日ちょっと打ち合わせしてる時にちょっと思ったの。あれ何言ってくれないの、朝ちゃん前髪どうしたと思ったんだけど、まあ、ちょっとそっとしといたんだよね。あ、そっとしといてくれたのに、わざわざ今カメラの前で、うん、今日撮っといた。ありがとうございます。すいません、皆さんこんな感じで1ヶ月ぐらい伸びるのに時間かかると思う。よろしくお願いします。かわいいよ、大丈夫だよ。ありがとうございます、うん、ということで、そんなね今日は夏にちなんだお魚を用意しました。フライドフィッシュの回です。イエーイ。本当です、この回大好き。だって見て、さあ今日はどこのプライドですか。これは何県のプライドの詰まった魚か当てていただけますかね。よく人の苗字にいる県です。チチ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 、短いか長いかで言うと長いです。長で、イサキの生産量が全国1位の県です。イサキくん、長さん、長さん、長崎県。はい。さっきね、長崎長さんって。なんか長長さん。長さんだよ。何言ってんの。そんなね、今日は長崎県のプライドフィッシュイサキを用意しました。で、今日イサキなんですけど、ちょうどいいサイズね。これ30センチぐらい。市場でね出てるのちょっと20センチとか小ぶりなものも多いんですけど、こんだけ立派だとかなり食べ応えあります。刺身もね、もうプリプリ、こう 目の色、生きがいいですよ。生きてないけど、なんだ、鮮度がいいですよ。なんでこれはね、今日半身はお刺身、もう半身はせっかくね白鶴丸支店ですから、丸を使って酒蒸しを作っていこうと思います。でイサキはね、もうちょっと今ギリギリなんですけど、6月7月の梅雨の時期が美味しいと言われていて、梅雨イサキって言うんですけど、聞いたことある？うん、さすがですね。その梅雨の時期が産卵期とねちょうど被るので、ちょうどこう卵を蓄えて身に栄養がしっかり渡ってる状態で美味しいとされています、という夏のお魚ですね。ということで、じゃあ今日は三枚おろしにしていきましょう。このね、トゲがすごい魚なのよ。これトサカみたいな、だから鳥の魚って書く、鶏の鳥の魚って書くぐらい。イサキ硬いので気をつけてくださいね。でこれ神経締めしていただいてるので、もう身がプリップリの状態で来てるわけですよ。ここ分かりますか。こんな丁寧な仕事されてるイサキなかなかいないです。さすがプライドフィッシュ。じゃあこれね、鱗取った状態から始めていきます。頭取ります。イサキは結構骨が硬いので、さばくと気をつけてください。この子はオスですね。ほら、白子が入ってました。プリプリ、これ焼いたりしても美味しいよね、白子は。食べる？焼くね、うん。ちょっとこれかなちゃん内臓大好きだから。そう、内臓人間だから。内臓人間って内臓さえ食べてれば静かだはい、じゃあお腹洗ったのでおろしていきます。絶対美味しいですね。わあ、これの中見ますか。プライドフィッシュの中を見てください。ほら、肉厚。効果音まで入れてくれた、はい、シャラララ
アナログで編集になるか、かなちゃんの声になるか編集さんどうかもよければ使ってください。はい、じゃあ上身が折りましたね。すっごい色、ちょっとさっき覗き見したより全体で見ると迫力がで、こっちをお刺身、こっちはこのまま骨付きのまま酒蒸しにしようと思います。なぜならばね、この骨からね、いい出汁が出るんですよ。なのでこの骨付きのまま今日は使っていきます。じゃあまず酒蒸しの方を調理していきますね。尻尾落としちゃいます。で、ここのね、ヒレなんか危ないから取ってもいいんですけど、取ると小骨が結構気になっちゃうので、ついてた方が食べやすかったりもします。なので今日はこのままいきますね。じゃあ身にお塩を振ります。結構ね、強めに振ります。これ下味にもなるので、じゃあ目的としてはお魚の臭みを抜くっていうところで塩を振るのと、あとは下味付けですね。じゃあこの状態で5分ぐらい置いておきます。はい、じゃあご飯経ちました。で、身の方にね、少し水分が出てきてると思うので、キッチンペーパーなので拭き取っていただいて、塩がね、ついたままで大丈夫です。これが味になるので、このまま調理していきます。これ私の魚屋の森さんチャンネルの方でもすごく好評だったんですけども、電子レンジで作る酒蒸しっていうのを今日はやっていきます。夏はね、火入れると本当暑いから、電子レンジ調理なんかすごくいいですよね。もう相棒ですもんね。相棒です。電子レンジのレン君でしたっけ、はい、今日いますんで。ちょっと新しくなりまして、レン君第2号第2号でございます。本当だ。なんで名前ちょっと変えます。え、レン君どこ行ったの。ラン君になります。ラン君、うん、レン君はちょっとお別れできなかった。うん、オッケー。あさちゃんってちょっとどっか行っちゃいましたんで。そう、新しく詳しくは魚屋の森さんチャンネルご覧ください。何言ってんだって感じじゃあ酒蒸し作っていきますね。まずお水に戻しただし昆布を大きめの深めのお皿に入れます。で、ここに身の方を上にしてお魚を並べます。あとはね、お好みでお野菜少し入れてもらうといいかなと思います。今日はネギ、彩りでししとうを並べますね。ここにあともう用意するのは丸だけです。丸さんをお魚が下の目が浸るぐらいですね。お魚の3分の1ぐらいが浸る程度分量入れてください。お皿によって多分量が違うと思うので目分量で構いません。そしたらあとはラップ、ラップなしにするとね、蒸されないのでラップはすごく重要です。お皿全体にラップをしたら、このまま電子レンジにかけていきます。で、今日骨付きでイサキのサイズも大きいので、だいたい目安として5分ぐらいが良かったんですけど、お魚のサイズによって違うと思うので、だいたい2分ぐらいからスタートしてみて、徐々にこう様子見ながらやってもらうといいかなと思います。イサキじゃなくてね、いろんなお魚に適応できるので使ってみてください。じゃあラン君。どうも、はじめまして、ランと申します。どうやってやるのお前。回してください。え、買った。はい、じゃあこの間にね、お刺身作っていきます。腹骨取りますね。この時期のイサキはやっぱ脂が乗ってるので、シンプルな調理方法がいいですよね。で、骨抜きをしていきます。あっちゃん、これちょっと抜いとるじゃん。これなんかお刺身を迎え入れるために、まず舌を準備万端にしとく必要があると思う。自分が飲みたいだけのことをそんないろんな説明急にイサキ入ってきちゃうといけないから、舌準備ね。舌をそう、丸でなじませる。ありがとうございます。これまずやってもらっていいですか。ありがとうございます、ね。じゃあ麻生さんだけどうぞどうぞ。私はそんな飲まない。で、持ってるじゃん合うだろうな。こりゃ。じゃあ今日はね、イサキってこの皮が美味しいんですよ。この時期のイサキはこの辺めちゃくちゃ脂乗ってるので、皮も一緒にお刺身で食べたいので、炙りでね、いきます。うわー、かわいい、踊ってるいやー、うわー、オッケー。そしたら火が入りすぎないように、よいしょ、すぐね、氷水の中に入れて冷やします。さあ、かなさん、そろそろ例の品を用意しておいてくださいよ。かしこまりました。
例の品ですね。お酒じゃないよ。これとこれと。チーソル食べる気じゃん。盛り付けのお皿。違う。お皿。なんで自分もう食べる気なの。炙るとね、皮目がぐるっとなっちゃうので、横にラインを入れて切っていきます。こんな感じで切り込みを入れて切っていきます。今日せっかくなので夏らしいね、漬けダレを用意しようと思います。梅肉醤油で食べていこうと思います。もうめちゃくちゃ簡単で、普通のお醤油に少しね、だし汁で、ここに梅を叩いたものを混ぜるだけです。はい、これで完成です。おー、いい感じ。いい感じだね、いい匂い。うーん、美味しそう。はい、じゃあこれでイサキの酒蒸しも完成です。はい、じゃああっという間ですね、長崎のプライドフィッシュイサキを使ったイサキの酒蒸しとイサキのお刺身、二刀流で完成しました。よっ、二刀流話題ですからね、乗ってかないと。乗ってかないと。はい、完成しました。プライドフィッシュ長崎のイサキ、お刺身と酒蒸しの二刀流です。ということで、かなちゃん、はい、恒例のやつやりますよ。やりましょう、やってください。プライドフィッシュ、はい、かっこいい。拍手が来るまでやめないから。さあ、じゃあ食べていこう。今日もキンキンに冷えたマルト、いただいていきます。あー、最高だね。じゃあ乾杯。バイ。うーん、おいしい。全然楽だったね。楽だったね。でもお酒はおいしい。どっちからいく？刺身からかな。この梅だし醤油が本当にこのイサキと合うから、ぜひ試してほしいです。いただきます。おいしい。まるプライドフィッシュ。やっぱりイサキってこんなに脂のりいい魚、なんか脂のある魚のイメージじゃないじゃないですか、うん、すごいもんね、今口の中がまろやか。なんだろうこれ、プリッとしてるけど、結構しっかりこう油の味が口の中に広がってる。この時期ならではの食べ方なのかな、やっぱりお刺身は。美味しい。食べますか。食べますか。やっぱ大きいとこ行きますね。ごめんなさい、そんなつもりはなかったんですけどね。うーん、どうどうどう。 それで丸飲んで、丸飲んで、丸飲んで。見えてないから。これやってました。おいしい。いや、イサキの刺身ほんとおいしいね。おいしいね。これ炙りもいいね、やっぱり、うん、皮のところのさ、こうとろっとした感じがほんとにおいしい。しかもその梅醤油おいしいね。ちょっとだし入れてるのがポイントなの、うん、ポイントですか。はい、やっぱお魚自体が淡白だから、醤油と梅だと濃すぎると思う、ちょっと、ね。さすがですね。プライドを受け継いでますよ、ちゃんと。長崎の皆さん。酒蒸し。うわー、すっごい身。ブリブリ。丸蒸しです。いただきます。酒蒸しにすごくいいのかな。やっぱり調理師とかとやるのでは全然違う。うん、ちょっと贅沢だけど、丸をしっかり使ってもらうとね、あのお酒の、なんだろう、ちょっと変な味とか全くなくて、甘みが出て美味しいね。うん、二刀流、どっちがバッターでどっちがピッチャー、ちょっと野球が分かんないんですけど、多分ピッチャーが投げてからバッターが打つから。そこねえ、もうなんかどうする。ちょっと待って、私の情報では、そうだよ、ピッチャーが投げてからバッターが打つから、刺身食べてから酒蒸し食べたいから、
バッターでピッチャー。逆じゃない？逆ですかね。刺身投げてから刺身投げてからの、いや、あの虫が打つと。まあでも私の中での一番の二刀流は丸ですよ。酒蒸しでも美味しい。なんかうまくまとめたね。飲んでも美味しい。はい、ということで今日は長崎県のプライドが詰まったイサキを紹介してみました。で、自分の県のプライドフィッシュ何かなって気になる方多いと思うので、ぜひ概要欄の方にホームページ載せてあります。全漁連さんのホームページで検索できますので、ぜひ見てみてください。で、今日のレシピですね、簡単なこのレンジの酒蒸し、これ丸絶対使ってくださいね、全然味違うから。丸を使ったレシピが概要欄にあります。そちらも見ながら試してみてください。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。